こんにちは、オーメンズイレブンです。本日は関越道に乗って群馬県の高崎駅へ向かっています。サービスエリアで大して飲めやしないのにコーヒーを買ってみる。高崎駅で友人たちと合流し、明日は草津温泉に行く予定だ。旅行前日のこの時間が一番幸せなのかもしれない。友人が来るまで少しだけ目を休めよう。そして次に私が目を開いた時は、辺りは真っ暗になっていた。ネットで見つけた韓国料理屋で腹ごしらえをすることにした。友人と合流するまで軽く食べるつもりだったが、食欲を抑えきれなかった。友人から連絡があり、一度ホテルへ戻ることにしました。そして再度居酒屋で乾杯。少し飲めればいいが、結局閉店の3時まで飲むことになるとは。部屋に戻り、しじみ汁だけ飲んでベッドに倒れ込んだ。朝だ。なぜか私以外全員二日酔いでダウン。チェックアウト時間を過ぎても起きない者もいた。それもまた風情。天気さえ良ければ全てがチャラだ。お腹を空かせた我々は日本三大うどんの一つと言われる水沢うどんを食べに来た。水沢うどんの美味しさに関してはまだいまいちわからない。ただそれでも何度も来てしまうということは、すでに水沢うどんに魅了されているということなのか。お店を出て再びドライブへ。いろんな観光地へドライブをしていると、こんな素敵な道に出会えることがある。眠気しかない。草津に無事到着だ。今回の宿もかなりコスパが良い。貸切温泉が3種類あって1人5000円で泊まれる。
温泉に浸かった後はそれぞれ自由行動。私は最近覚えた観光地での最高の贅沢をすることにした。それはどんな贅沢かというと、観光しないで寝る。目が覚めて再び温泉へ。寝起きの温泉ほど体に染みる瞬間はない。草津の温泉は強酸性で、チクチクと肌に刺激を感じることで温泉に入ってるんだなと実感できる。体がポカポカに温まった我々は本日のメインイベントである居酒屋へ向かった。草津に来たら毎回行く居酒屋がある。さあ始まりだ。この時間を友人と過ごしたくて草津へ来た。食欲と酒が止まらない。頼んだ料理は全て絶品。温泉地ではつい日本酒が飲みたくなる。最高のつまみに最高の酒。舞茸のホイル焼きが好きになったのはこの店のおかげだ。締めに茶漬け。幸せすぎた時間の後は湯畑まで散歩。人通りも少なく、ライトアップされた湯畑の幻想的な雰囲気に言葉を失った。この光景に見とれてしまい、酔いが覚めてしまうところだった。さて宿に戻ろうか。近くのコンビニで酒を買い足すも、我々には酒を飲む気力ももうなく、一息ついて温泉に入り、そのまま寝ることにした。ああ、旅が終わりを告げようとしている。あっけなく朝を迎え、また温泉に入る。温泉の効能と思い出をしっかり体に染み込ませ、昨晩通った道を再び歩く。昨日は紫色だった湯畑も、今日は綺麗なエメラルドグリーン。
昼ご飯を食べて少し観光して帰るか。将来何がやりたいかなんてあやふやなままでなんとなく生きてきた。まだ不安も何もない頃が楽しかったなんて思ったりもした。ただ旅行に来るたびにこう思えるんだ。今が一番楽しいって。さあ次はどこへ行こうか。すごいでかく